こんにちは。漢詩を読んでみませんか。浜中仁です。今回は森仙の変による感化計算詩、その書物の初言、これは森仙本人による文章です。初言とは、前書きとか端書きという意味です。それでは読んでいきます。初言、我が漢化計は、天地静粛の霊気を集め、祈願万丈誠に増加の妙行を極む。東西二里、南北一里、足元に内のみ湾あり、湾内水清く、波平らかにして明鏡を開くがごとく、頂上は死亡老活、開山装備、しかして、秋冬の甲、満山、雲金の相関を締む。初言というのは先ほど言いましたね、端書きとか前書きです。それから増加、これは天地創造の神のことです。それから里というのは、日本の一里のことで、約4キロですね。慎みて案ずるに、上皇、応神天皇の御首領、近寺、明治天皇の内の御湾御気迫、ついで、金城天皇東宮に今せし時、山麓にて御有領の御子とあり、なお、東宮の内の御湾に御加迫あらせられし、など、実に古今の兆候を重ね、今やその名内外に伝わり、天下の絶景として章を探る者執念絶えず。応神、明治、金城、東宮というですね、部分ですが、これは、普通の行のですね、よりもですね、はみ出して、一文字分ですね、上に上げていますね。これはですね、テイトーというですね、と言われるですね、もので、これで敬意を示しているということです。それから明治天皇の内の御湾御気迫についてはですね、明治23年1890年4月18日にありました。森仙著小豆島御気迫四季というですね、書物がありまして、これは、国会図書館デジタルコレクションにも収められています。金城天皇、これは大正の世ですから大正天皇のことですね、の御有領というものは、明治32年1899年、10月23日にありました。この本のですね、17章がそのことについて述べているものです。それから、東宮の御加迫というのは、大正6年、1917年の7月10日に、ありました。じゃあ次に行きます。春夏には、小豆島霊場88箇所の巡拝者多く、園所には大中の学生多く、秋冬にはいわゆる寒風客多く、特に近畿鉄道省及び大阪商船会社の遊覧船をはじめ、その他臨時汽船の出入り、頻繁となりて、遊覧の人士、年とともに増加するに至れり。小豆島霊場というのは、小豆島の中にですね、88の寺院やお堂があって、そこに札所があります。それをもうこう巡っていくということですね。それから、寒風客ですが、これ、もみじ狩りの旅人ですね。
今ここに本山の庄区を改選拡張して西中東の三景とし、おのおのその風趣を述べ、合わせて遠隔略記を挟み、なお他に島内の景致旧称を伏し、もって大方単称の学格に便箋とすると。大正10年10月10日、管科系保証会会長森仙というですね。本山というのは管科系のことですね。それから、西中東の山系というね。というのは、3つの登山道があってですね、それに付随する、いろいろな、ですね、景物ですね、見るに耐えるですね、ものですね、そういうものをですね、指しています。それから、景致旧称とありますが、これは付録ですね、管科系以外の9つの景勝地、ですね、の付録として掲載していますということです。それではですね、改めて読みますね。諸言、我が管科家は天地静粛の霊気を集め、祈願万丈誠に造家の妙光を極む。東西二里、南北一里、足元に、内海湾あり、湾内水清く波平らかにして、名教を開くがごとく、頂上は死亡老活改ざん装備、しかして秋冬の功、秋冬の功なんですかね、満山雲金の創刊をしむ、慎みて案ずるに上句、王神天皇の御首領近時、明治天皇の内の岩ご気迫、ついで、金城天皇東宮に今せしとき、山麓にてご有料の御子とあり、なお、東宮の内の御湾にご加伯あらせらりしなど、実に古今の兆候を重ね、今やその名内外に伝わり、天下の絶景として、庄を探る者執念絶えず、春夏には、小豆島霊場88箇所の巡拝者多く、園所には、大中の学生多く、秋冬には、いわゆる寒風客多く、特に近畿鉄道省及び大阪商船会社の遊覧船をはじめ、その他臨時汽船の出入り、頻繁となりて、遊覧の人士、都市とともに増加するに至れり。今ここに本山の庄区を改選拡張して、西中東の三景都市、おのおのその風趣を述べ、合わせて遠隔略記を挟み、なお、他に、島内の景致、旧称を伏し、もって、大方単称の画角に便箋とす。大正10年10月10日、管科系保証会会長森仙。最後にですね、この本の目次をですね、お示しします。一応読んどきますね。管科系三史目次。第一章、管科系発見。第二章、芭蕉の碑。三、幸運亭。四、新聞記事。五、管科系12系。もともと12系だったんですね。5がそうですね。6、管科系図書。7、管科系保証会。8、
三路の改修、旧宅金無名、商船の算定、十、関西新聞記者大会、十一、漁園の菊花名、十二、太平洋画会院、十三、東寒華経、十四、王樹の彩色、十五、寒華経三名、寒華経名称弁、十六、長西君義挙の日、十七、閣下抽出記念の日、十八、六円捕獲禁止、十九、登山の名流及びシーカ、二十、寒華経三経、以上とありますね。それから付録もあります。これも読んでおきます。寒華経三史付録、一、星ヶ城の広報、付、清滝山、清滝山、それから2、右衛門岳の洞窟、次のが3、石門の雄大、4、五石、洞雲、はやぶさ、三山の気象、5、内の御湾の整列、6、大麻山の展望、7、吉間の断続、8、宝生院の巨泊、9、銚子の被爆、以上とあります。これからですね、この目次、本文に従って読んでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。